強、室内でできる簡単エクササイズ、走る際に必要な腕の後ろを補強するエクササイズです。まず体操座りをします。体操座りをした状態で腕を後ろに置きましょう。指先は自分の方を向いています。その状態でお尻を上げます。そして肘を曲げます。1、2、3。余裕のある人は片足を上げて行います。1、2、3。反対も行きましょう。1、2、3。各10回を3セットしてください。頑張りましょう。